皆さんこんにちは。囲碁が大好きなカラス天狗のクロンです。今回の囲碁旅は前回に引き続き御印籠家の菩提寺である巣鴨の本名寺を紹介します。本名寺の歴代本因坊の墓の右側の列には14世本因坊周和の息子で明治期に活躍した周永、周元兄弟の墓があります。明治12年、兄の15世本因坊周越が明治維新後の本因坊家の凋落による心労で心を病み、弟の周永、物三郎によって引退させられます。次男の周永は当時家元林家の養子として13世を継いでいたため、三男の桃三郎が本因坊家を継ぎ16世本因坊周元を名乗りますが、この時まだ三段の定段者で家内の敬重を問われるとも言われたそうです。この年村瀬周保を中心に発足した後援者に参加した際も、後援者は家元の権威を認めず周元を隠した扱いしたため、周永や周元は反発、合体し対立していきます。しかし維新という時代の波に乗り発展する後援者に対し、家元の勢いは衰えていき、事態を打開するため林周永は明治17年に林家を廃絶し本因坊家に復帰すると、弟の周元を隠居させ17世本因坊を継承します。その2年後に周囲の働きかけで周永は周保に家督を譲り、後援者と本因坊家が合流。周永は土屋姓を名乗ります。しかし2ヶ月後に周保は亡くなり、後援者と本因坊家は再分裂。周永は再び本因坊を継承しています。その後気力を増していった周永のもとへは多くの人材が集まり、本因坊門は後援者をしのぐ勢力へと拡大。周永は明治39年についに九段となり名人に就位しています。しかし周永の後継問題では、門人で最も実力のあった田村康稔七段を周永が嫌っていて、田村より5歳年下の狩金純一六段を可愛がっていたそうで、明治40年に周永は跡目を決めることなく病のため亡くなってしまいます。周永の死後、本因坊門は後継者に田村を推すグループと狩金を推すグループが対立したため、事態を収拾するため周永の弟土屋周元が再び本因坊となります。周元は翌年周永の一周忌をもって田村に本因坊の地位を譲り、21世本因坊秀才が誕生しますが、田村を選んだのは周元がかつて定段のまま当主となり苦労した経験から実力を重視したためとも言われています。周元の墓の隣にいくつかの土屋家の墓がありますが、こちらは現在墓所を管理している周和の子孫の墓だそうです。墓石は新しく建て替わっていますが、その中に周元の孫で囲碁棋士として活躍した土屋半七の名がありました。半七の戒名には囲碁を表す棋の文字が使われています。次に左側の列について紹介します。一番奥の上和の墓石の前にある墓には優美の文字が使われた戒名が刻まれています。それは本因坊上和の四男門野藤四郎の戒名だそうです。藤四郎の詳しい経歴は分かりませんが、戒名から察するに囲碁棋士であったと思われます。また同じ墓石に刻まれた女性の戒名は本因坊列元の妻の戒名だそうです。左側の列の真ん中にある自然石の墓は11世本因坊元上の跡目であった奥貫智作の墓です。幼い頃から元上の門人として活躍していた智作は、幕府に正式に跡目として届け出た記録はないものの、本因坊家の墓所に葬られていることから実質的に内定状態であったと考えられています。墓所の左側、
生まれから3番目の墓は、12世ジョウアの妻、セイコと、ジョウアの次男、角野松次郎の墓です。セイコは、ジョウアの5歳で、コイン坊周作の妻、花や、村瀬修穂と共に、後援者を設立した中川亀三郎ら、三男次女を設けています。14世修和は、自分を当主に選んでくれたジョウアに恩義があり、その未亡人であるセイコは、コイン坊家で、大きな影響力を持っていました。セイコの娘婿で、修和の後目であるコイン坊周作が急死すると、修和は、村瀬修穂を再後目にと考えていましたが、修穂のことを嫌っていた聖子の反対により断念。この出来事は、聖子の憲兵と呼ばれています。ジョウアの次男、角野松次郎は、囲碁騎士として活躍。腹違いの兄で、家元井上家の当主となった井上節山が、かつて名乗っていた名を引き継ぎ、二世角野中左衛門を名乗っています。墓所の左側、手前から2番目にあるのは、11世本因坊玄奘の息子、宮重作前の墓です。墓石には、宮重氏の文字が刻まれています。兄の13世上作の時代、門下には、六段の作前のほか、周は、水谷卓順、白木助右衛門らがいて、上の車坂下にあった道場は、大いに賑わっていたといいます。墓所入り口の右手に、中央の本因坊秀才の墓と向かい合うように立っているのが、秀才門下の今氏宗嗣の墓です。今氏は、時事新報勝ち抜き戦で、32連勝を達成するなど、頭角を現し、秀才が後目にと考えていたそうで、秀才と、囲碁界の支援者、遠山光の号である、立雲から字を取って、秀立、とも号していました。しかし、関東大震災による被災からの復興のため、精力的に活動する中、疲労と腸チフスにより、27歳の生涯を閉じています。今氏を失った秀才のショックは大きく、設立されたばかりの日本棋院に、本因坊の名跡を譲渡し、家元、本因坊家の終焉の一因となったとも言われています。歴代本因坊の墓所の、中央にあるのが、家元制での最後の当主、21世コインボー秀才の墓です。コインボー秀英の門人、田村康俊は、師匠の死後、狩金純一との後継者争いの末、明治41年に、21世コインボー秀才となり、大正3年には、名人に就位し、名実ともに囲碁界第一人者となります。関東大震災を機に、対立を繰り返していた囲碁界の統合の機運が高まり、大正13年に日本棋院が設立されると、秀才も棋院に参加。秀才は、本因坊の名跡を日本棋院へ譲渡し、日本初のタイトル戦、本因坊戦が誕生します。昭和13年に、秀才は、北に実るとの引退号を行いますが、この対局を観戦した川端康成は、後に、小説、名人を執筆しています。昭和15年1月18日、本因坊秀才は、熱海の旅館にて亡くなり、日本棋院葬が執り行われています。そして、毎年、命日には、本明寺にて法要が行われ、本因坊位保持者らが出席しているそうです。次回は、本因坊の墓所以外の、本明寺の囲碁に関するお話を紹介します。